序盤にバッティスタ・フォンタナが、建国場所を決めるため取り占いをする、双子共和制ローマ取り占い館一覧は主に、共和制ローマの判明しているアウグルを記載した、一覧。古い時代は資料に乏しいため不明なものも多い。セバスティアーノ・リッツィが、アットス・ナウィウスに助言を求める、タルクイニウス・プリスクス・王ローマ建国の父ロムルスは、公的な行動を取る前に予兆を読み取るアウグルとして、 自身に加えて、当時3つあった各トリブスから1名ずつを選出し、さらに2代目沼、ポンピリウスがそれに2名増員したとされる。この時点で、定員は6名であるが、紀元前300年に、オグルニウス法が提出された時、パトリキ4名の定員に対して、プレブス5名が追加されており、どうして6名であるはずの定員が4名に減ったのか、リビウスもわからないとしている。 とにかくこの法によって、各トリブスから3名ずつが選ばれることとなり、計9名となった。アウグルの定員が大幅に増員されることとなったのはこれよりかなり後のルキウス・コルネリウススだが、独裁官の時で15名に増員されている。さらにガイウス・ユリウス・カイサルが自身をアウグルに加え16名となった。プブリウス・コルネリウス・レントルス・スピンテルを刻んだアウレウス・キンカ。 アウグルの使用するリトゥースとツボが刻まれている紀元前94年の失政官、ガイウス・コエリウス・カルデュスを刻んだデナリウス銀ィメンミニ IMP の下にアウグルを示す A と V がある。ありがとうございます。